館オープニングセレモニーを開催いたします。本日は赤十字の応援にたくさんの方にお越しいただいております。ここでご紹介いたします。まず毎年地域で赤十字活動推進市地区本部様、甲子市地区様、玉東町分区様、大津町分区様、益城町分区さんからもご参加いただきました。ロアッソ君、血液センターのキャラクターハビットも駆けつけてくれました。皆さん大きな拍手でお迎えください。ロアッソ君と血液センターのキャラクターハービットも参加してくれています。今日はありがとうございます。ありがとうございます。 DJ 小葉さんも一緒にいらっしゃいます。ありがとうございます。それでは早速ですね、平成27年度赤十字運動月間スタートにあたりまして、オープニングテープカットを行います。私がお名前をお呼びしました方から順に前の方でご準備をお願いいたします。テープカットは拓磨西校区の木本会長様、月出校区橋本会長様、西原校区梅田会長様、長峰校区石原会長様、そして拓磨南校区田口会長様、それから私ども日赤熊本県支部岡村事務局長、以上6名となります。はい、それではテープカットのご準備をしていただきます。まず白い手袋を着用ください。残念ながらくまモン用の手袋のサイズがなかったのでごめんね。はい、まず白い手袋を着用いただきまして、リボンを左手でお持ちいただきまして、はい、目の前のリボンのお花を左手でお持ちいただいて、リボンの右側にハサミを構えてください。構えるだけです。構えます。まだカットしないでください。まだです。それではここでですね、記念写真タイム、記念撮影を撮らせていただきますので、テープカットの6名の皆様はどうぞカメラに向かって、皆さんのカメラに向かって最高の笑顔をお願いします。この写真はずっと残りますので、最高の笑顔でお願いいたします。よろしいでしょうか。写真の皆さんよろしいですか。はい、ではまたちょっとご説明しますが、私がですね、それではどうぞという合図を申し上げますので、その合図の後にハサミを入れてください。それ以外のタイミングでカットしていただくと大変なことが起こりますので、私のそれではどうぞという合図の後にハサミを入れていただくようにお願いをいたします。はい、それではご準備よろしいですか。はい、それでは赤十字運動月間のスタートです。それではどうぞ。ご協力いただきましてありがとうございました。お席にお戻りください。今も押したかったね、ごめんね、来年ね。はい、はい、それでは続きまして、赤十字運動月間スタートにあたり、日赤熊本県支部事務局長